はい、皆さんこんにちは。日曜日恒例の大人チューブの時間がやってまいりました。今日はモデルの福原さんと、それからこのボディのなんとかちゃんに来ていただいているこの、トップスを皆様にご紹介したいなというふうに思っております。ポイントなんですけど、これ見てお分かりの通り、この波打ってる部分なんですね。普通のこれでキュッとまっすぐな感じでしたらありがちな感じなんですけれども、こうアシメトリーな感じになりまして、ミリトミダリの長さが違って、ここが最大のポイントになっております。毎年なんですけど、秋になると、今年もチェックチェックっていう感じで言われてるのかなと思ってるんですけれども、流行りとかがなく、ずっと着ていただけるような感じでこのチェックの方を選ばせていただいております。着心地はいかがでしょうか？柔らかいですね。生地が本当に動かしやすい、腕が動かしやすいっていう印象です。福原の方はもうカジュアルなイメージで、デニムとかでしたらね、皆さんどなたでも1個ぐらいはお持ちだとは思うんですけれども、もう簡単にパッと着れるようなコーデをしてもらってまして、でこの、ボディさんですねボディさんはちょっとお出かけにまではないかもしれないですけど、若干ちょっとカチッと感のあるような感じでコーディネートをさせていただいております。商品ページの方は、いろいろどんな感じでしたっけ？どちらかというとモード寄りな、ちょっとブラックコーデの方をコーディネートさせていただいてます。で今は両方とも前を閉じてきていただいてるんですけれども、当然前を外せますか？なんか見せれますか？見せれないかもしれない。なんか周りがって言いたいところですから、なるべく見せたい。ちょっと一つボタン開けたパターンですね。私前焼きなんで、当然こんな感じでね、羽織としてもお使いいただけますので、2パターンで、着ていただけると思います。後ろはどうなってましたか？短くなって、ちょっと短めになってるんですかね、はい、前に比べると。でここがタックが入っております。こんな感じで後ろもね、ちょっと短めで、どっちかって可愛らしい雰囲気になってるのかなっていうふうに思っております。今からと、初春にかけてまだまだ活躍できるアイテムとなっておりますので、ぜひぜひ皆様もご検討いただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。どうですか？またあと推しポイントとかありますか？そうですね、長袖合わせればこれはちょっと季節長くいけちゃうかなと思ってまして、レイヤードコーデにも最適だと思います。もしあれだったら、これをもう一折りぐらいしていただいて、で長袖を出していただいてもバランスはいいのかなっていうふうに思います。ジャケットというか羽織としての存在感がバッチリあるいただきたいと思いますので、ぜひぜひお使いいただきたいなというふうに思っております。実はですね、はい、何でしょう？ポケットがあるんです。あら忘れてました、ごめんなさい。意外とシャツジャケット風ですかね、ここのポケットが。そうですね、ブラウスだとあんまりそんなところに置いてないですもんねジャケットシャツって感じですね。ちょっと今日はザクッとしかご紹介してないんですけれども、続きは、商品ページの方バッチリ書いておりますので、ご覧に来ていただきたいなというふうに思っております。じゃあ、今日はこの辺で、また来週、バイバイ。